サンリバー海水浴場サンリバー海水浴場は、日本の北海道小樽市乱島に設けられた海水浴場の一つである。かつては、乱島観光海水浴場と呼ばれていた。乱島地区の海岸は、フゴッペ岬以外のすべてが海浜であり砂浜であるが、その大部分は、約4倍の低線を持つ乱島海水浴場と、ここサンリバー海水浴場とで占められている。 日本海に開けた石狩湾王にある余市湾内東部に位置し、乱闘川川口西岸に形成された砂浜を利用した海水浴場である。また、小樽市と余市町の境界をなすふもっぺ岬の東方基部にあたる。乱闘川河口を挟んで、停船約800メートルの乱闘海水浴場と隣接しており、その西に位置する停船。 約200メートルと比較的小規模な海水浴場である。還元すれば、乱闘地区の海浜は、乱島川河口を境にして、東側の8割が乱闘海水浴場、西側の2割がサンリバー海水浴場となっている。また、乱闘地区の海岸は、ニセコシャコタゴたる海岸国定公園の一角をなす、継承地としても知られている。 これら二つの海水浴場の毎年の開設期間は7月上旬から8月下旬までである。北海道は2004年4月1日、プレジャーボート等と水域利用者との間で頻発する水難事故等を未然に防止すべく北海道プレジャーボート等の事故防止等に関する条例を施行した。かかる条例の指定値となった。 乱闘海水浴場とサンリバー海水浴場には指定された他の海水浴場と同様、この時以来プレジャーボート等が侵入できない水域利用調整区域が設けられている。具体的には、二つの海水浴場の前者70メートル以上、後者50メートル以上の沖合と乱闘川川口部が水域利用調整区域となっている。また、 二つの海水浴場の近接した会場には、各一箇所の水産動植物増殖施設がある。ありがとうございます。